こんにちは、日本改革党くつざわです。ペリズマイ様、ペリズマ様、柴犬花ちゃん様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。今日ちょっとですね、歩ってる最中、マスク直そうとして、左の手の指をですね、左目に突っ込んでしまって痛くて痛くて、今もちょっと目上げてらんないですけども、なんでそんなことになんだって思われる方、どうしてそんなことになんの思われる方、いらっしゃると思いますけれども、私もどうしてこうなったんだか全然わかりません。年取るとなんかに気取られて手も自由に動かなくなるんでしょうか。情けないったらありゃしないですけれども、潰れたりはしなかったんで、不法滞在を年間数千人規模で増やしている、日本人の賃金上昇を阻害している、米国から奴隷貿易と非難されている、将来強制労働と騒がれる恐れがある、外国人実習制度の廃止でもやります、10月1日午後池袋、よかったら予定を空けといてください。滞在期限が切れても出国が確認できない不法滞在者は累計24万人、全国の警察官全員とほぼ同数がバズりました。世論です。多すぎへんか、やべえな。有力情報には謝礼5万円です。自警団を組織しないと、知り合いとかに広めないと、これを野放しにする自民党名。岸田政権は外国人に甘いからもっと増えるだろう。この人数で統制が取れた集団になったら想像すると恐ろしいわ。きちんと新聞報道、産経だったかな、あったのに、この数字の知名度が低いのはテレビが全部スルーしたからでしょうね。フジテレビと産経は同じグループと思えないほど報道が乖離してるますもんね。フジテレビの報道は、同じグループの産経は一切見ないで、朝日新聞のばっか見てんのかっていうぐらい乖離してますもんね。いつか是正されるんだろうか。されませんよね。12年前フジでもやって1万人に抗議されても治んねがったんだから、フジテレビは治ることはもうないであろう。治療不可能、トリアージで言ったら黒ラベルですか、黒札ですか。人口24万人ぐらいの自治体は文京区、大和市、富士市、渋谷区、松本市などなど、皆様の市や区より多いでしょうか、少ないでしょうか。これだけの人数がですね、地下に潜伏できてんだから、かくまう組織ができてるはずですよね。ショッカーガッツン、失踪してもノタレ人って、あるいはですね、夜の寒さに耐えかねて戻ってくるであるとか、これ消えっぱなし、失踪しっぱなしなんだから、かくまう組織あるはずですよね。何にせよ恐ろしい話です。デモのコールにですね、不法滞在を許さないぞ、難民偽装を許さないぞっていうのも入れる予定であります。青島蘇州の日本人学校敷地に投石、当たったら死ぬっつうの。上海の日本人学校生徒に被害ありました。通学中の児童を大声で怒鳴る中年男が目撃されました。いや怖かったでしょうね。親の都合で中国にある日本人学校なんか入れられてかわいそうにね。あとは中国の食い物食ってんでしょ、この子供は。健康被害とか大丈夫なんでしょうかね。仕事で仕方なく言ってんだったら、奥さんと子供だけでも帰国させないよ、奥さんと子供だけ先逃がしないよ。またね、恐ろしい人民がですね、襲撃して今度こそ殴られたりなんかされたらどうするのって話。日本大使館、事実関係を確認中、警備強化を指示、のんきかっつうのね。世論です。子供がかわいそう、子供を恫喝とか許せんな。国連人権委員会は仕事しろよ。それがですね、人権委員会の人権委員国に中国とロシアが入ってるっつお笑いでして、仕事するわけねえな。日本へのヘイトクライムが止まりません。野田政権の時の日系企業襲撃を思い出す。ユニクロの店とかボコボコにされたんだよね、確かね。これ、中国の悲鳴だ、もっと締め上げろと。
バカ経営陣、社員の子供が襲われて怪我とかしないと目覚めないんすかね。で、出向を命じてお前らのせいだっつって訴えられないと目覚めないんすかね。野田政権でですね、店が襲われてめっちゃくちゃになっててもなお中国で商売したいって、うちの子に限って、バカな親をとそういうですね、みんなは失敗したが俺だけ大丈夫、これは正常化バイアスって言いますけれども、共産主義はどこの国でも成功したとこねえのに、なんで共産主義は素晴らしいって言ってんのっていう話なんですけど、うちだけは大丈夫、うちだけは成功する、正常化バイアスですね、全くの勘違いなんで、中国に進出してる企業は引き上げよう、うちだけは大丈夫、全くの勘違いなんで、出向すんなら経営陣とその家族だけで行きなよ、あとね、現地で人雇いなよ、人手断熱になったらね、逆らえない社員に命令すんだ。中国大陸から福島県に迷惑電話相次ぐ。汚染水、核など中国人、多分共産党員なんですけど、怒鳴りまくるっていう被害が出ておりました。福島市役所に345件、これ25日と26日で、345件、27日、28日もあるんでしょうね、多分ね、市内小中学校にも65件の迷惑電話が確認されて、おりました。世論です、ごもだろうな、そういうアルバイトでしょ、これをきちんと業務妨害で立件してこその政府、中国からの電話の着信自体を日本政府が禁止すれば録音して世界中に公表し赤恥かかしてやる、日本語も話せないですが市役所に用事なんかないだろうが、中国からだけ1分100万円にしてやれ、天安門って言えば切れるんじゃね、ますます県中が進んでいいことだなぁ、原発に近いのはですね、双葉町、富岡市、いわき市で、福島市はずっと遠いんですけどね、全然遠いんですけどね、それこそね、水戸と東京ぐらい離れてるかな、中央共産党はですね、福島原発で脊髄反射で嫌がらせなんでしょうね、福島原発だから福島市にあるはずだ、福島市役所の番号はこれこれみたいなね、朝日新聞その他ゴミメディア反発を呼びそうだっていうのに答えて誤毛に仕事を与えてるんでしょう、これでますます福島県はですね、ネットで真実、日本で一番有害なのはゴミメディア、中国は敵、韓国も敵、北朝鮮も敵って結論に達するといいんですけどね、中国からだけ1分100万円にしてやる、これは天才って思いました、私中国から の電話遮断すればって考えていましたが上を行きますね、松本総務大臣極めて遺憾で憂慮している、この中国大陸からの迷惑電話対策をキャリアに指示、NTT や KDD は有効な対策取れるんでしょうかね、試験なんですけどキャリア任せにしないでだな、中国人入国禁止であるとか、在日中国人強制送還であるとか、中国人からだけ滞在税を取るとか、中国人実習生留学生お断りであるとか、中国製品に関税かけるであるとか、政府も対策っていうか制裁してほしいんだよな、ちょびひげの政治家、昔の偉い人、テロには同規模のテロで抵抗しないと必ず成功されてしまう、つまり論より重い嫌がらせには論より重い嫌がらせで対抗しないとダメだってことなんですね、かといって日本政府はですね、中国の役所や学校に迷惑電話なんて国際的評価が悪くなるし、別な手段でね、まあ留学生は国の宝なんてバカみてえなことほざいてる増税メガネには無理なんですけどね、小野寺いつのり元防衛大臣、中国共産党の嫌がらせを批判、中国の嫌がらせ被害が日本に起きている分野にかかわらず中国は理不尽を行うと肝に銘じるべきと、中国と関わると理不尽があるんだよ、知っとけよっていうような感じですかね、世論です、昔から言われているチャイナリスク、小野寺先生孤軍奮闘、他の自民党議員知らんぷり、これで TPP に参加したいって言ってんだから笑える、岸田政権が日本の県中を決定的にしたよな、リスクヘッジできなかったおばかさんは自業自得、まあこれ中国に進出してる企業とか言ってるんでしょうけど、留学生も実習生もカントリーリスクですよ、J
自民党でもあの中国大好きで、小野寺さんの足引っ張るやついっぱいいますよね。あの日本端子太郎とかハニトロ林とかね、連立組んでる公明党も足引っ張りに余念がありませんでした。山口夏男代表、中国人民の不安を収める努力、中国共産党がですね、あの真っ赤な嘘で人民の不安を焚きつけてんですけどね。だから不安を収める努力しても無駄なんですけどね。世論です。何言ってんだこいつ。連立与党なのに人事みたいに言うな。こいつ中国の報道官かよ。人民が不安でやってると思ってんの？雇われてやってんですよね、あの剛毛がね。中国共産党が焚きつけ続けるんだから、人民の不安なんか永久に解消されませんよね。そもそも科学的データも納得せず、理解する気も皆無だし、ドイツ紙、中国が騒いでるのは科学じゃなくて政治、これぞ反日主義。山口夏男よりもドイツ人の方がよほど正確に分析してますよね。情けねえなぁ。他にもですね、中国政府が日本は国際社会を憤慨させていると発表して、どこが誰が騒いでるのお前らだけでは、相変わらず死後がでかいと失笑されたり、中国旅行業界で温泉水、汚染水怖い、日本旅行が相次いでキャンセルされ、これは朗報、二度と来んな、永久に続けてくれ、歓迎されたり、中国 SNS で日本製品不買運動っていうのが起こってですね、いいぞ買わなくて、戦前のブロック経済がはかどる、歓迎されたり、中国で儲けて企業が弱ることは朗報ですよね。日本端子とか糸中とかね、中国に制裁しようって時にこういう連中がしゃしゃり出てきて邪魔すんだわね。こういう連中が献金してる自民党議員が邪魔するっていうか、社員には悪いけど糸中も日本端子もうーんと弱ってくれたらありがたいんですよね。風評加害者の会筆頭メンバー、共産党も公明党に負けていませんでした。小池晃共産局長、初期局長、近隣諸国の理解を得られなかった日本政府が悪い。こいつらいつも日本が悪いって言ってますよね。今回も日本が悪いって言ってますけれども、事態を解決する責任は日本政府にある。自分にあるとは思わないんだな。だから、中国共産党は、ただただ嫌がらせしたいだけで、理解も納得する気もないぞ。ついでに言うなら、中国共産党は、経済崩壊、失業率半分、これの不満をですね、日本に向けさせたいだけだろ。黄色い布をかぶって放棄されるとたまんねえから、日本が悪いって言いたいだけだぞ。世論です。バカにいくら説明しても聞いてないんだな。何度説明しても理解を拒む連中だぞ。永久に説明しろ、答えてないとほざくのがパヨの基本。やっぱり日教、中教の手先、日本人学校に投石はヘイトクライムって騒がないのな。そんなんだから共産党員は後期高齢者ばっかりになるんですよ。在日中国共産党かな、日本共産党じゃなく中国共産党日本支部って名乗ったら、世界中で理解してないのは中共とお前らだけと。風評加害者の会メンバー令和太郎も頑張っておりました。放射能汚染水放出の撤回を求める声明を英文で世界に発信と、まあ、日本語版も発表してたんですけど、公開してるんですけど、どうせ嘘書いてあるんで読む気になれませんね。世論です。先鋭化してるな。言ってることがオカルト、そっかオカルト書いてあるのか。立憲共産社民令和四大バカパヨ政党左にかかってる BBC や CNN ですら日本用語で完全に浮いてるよね。バカ最悪、世界中が笑ってるよ。どこに送るか知らんけど相手にされないだろうな。こんなバカにも支持者がいるってマジと。世界中にバカさらしちゃってね、あぎられちゃってね。これでますますドイツ紙や海外掲示板のバカパヨ理解が深まりますよね。ああこいつらこういうやつで、知ってる人が増えますよね。令和支持者も軽めのバカは呆れて離れるだろうから、ふるいにかけられて選別された重度のバカだけ残るっていう作業を繰り返してですね、先鋭化してカルト化するのは、まあ、共産党やら立憲やら最近では N 党が辿ってきた道ですね。 N 党なんてね、まともな人から抜けてって今は政党収支非公開罪で逮捕待ちだそうですよ。帳簿見せねえんだって、政党なのに税金使ってる
帳簿、未成年だって。まあどうでもいいですけどね。おととい放送の24時間テレビ、世帯平均視聴率 11.3%、個人平均視聴率 6.6% で、過去最低記録。結構良かったって聞いたんだけど、気のせいだった。ああ、みたいです。気のせい。過去最低記録。テレビ雑誌記者、ジャニーズ問題のせいかな。違うよね。これ偽善番組だ。っていうのがバレてきたのと、テレビ自体が、あのオワコンだからでしょ。世論です。これがメイン、ミー当たり前だ。そろそろ終わりにしようか。偽善が滅びるのはいいこと。だってつまんないんだもん。 11% も見てたのか。テレビ捨てたからどうでもいい。未だにやるって頭悪いのかな。視聴率に群がるスポンサー企業だが、宣伝効果低って思えば無慈悲に撤退するんでしょうね。来年はどうなんでしょうかね。どうでもいいですけどね。募金2億円集めるために7億円の制作費かけて番組作るって偽善以外の何者でもないですよね。2億集めるために、何千万っていう出演料、ギャラを払うって偽善でしょ。広告収入は22億円で15億円丸儲けだったらしいんですけど、日テレ、愛は地球を救うじゃなくて日テレを救うための番組だな、これ。スポンサー企業はあのまるっとそれ直接寄付すりゃよかったんじゃねえの？知らんけど。で、テレビで、何々さんはいくらいくら寄付しました、どこそこに。で、宣伝していればそれで済むんじゃねえの？何してもあのテレビという悪が滅びるのはめでたいことであります。メール党員大募集中であります。メール党員さんになって、日本改革党をご支援ください。毎日届きます。読んでるだけで情報が得られます。頭が良くなります。モテます。宝くじにも当たるかもしれません。だんだんうさんくさくなってきました。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。